おお、どうぞ。いいんじゃないですか。こんにちは、グンマリーマンです。今回はピザ窯作ろうと思ってドゥーパーでちょっと勉強して、こんな感じのとかこんな感じのピザ窯作ろうと思ったんですけど、予算がちょっと合わないんで、ちょっとドラム缶でこんなの作ってみたんですよ。作り方はすごい簡単で、まずはドラム缶を3分の1カット、まあこれも本当にサンダーでただ切るだけなんでめっちゃ楽なんですよね。切れたらこんな感じですね。まあ、中は洗ってあったんで結構楽っすね。でこれはバリ取って、まあ危なくないように、これ両側バリ取れば簡単に危なくないようになるんで、で今度はこのちっちゃい方のドラム缶を入り口、ピザが入る入り口を作ってあげたんですよね。これもほんと切るだけです。で下側はこれは薪とかを入れる口なんでちょっと大きめですね。今回は A4 サイズで作ってみました。切れたのがこんな感じですね。なんとなく形になってきましたよね。でこれに煙突をつける穴を開けていきます。穴を開けるの丸なんでちょっと難しいんですけど、これもやり込むしかないですね。で切れたらこんな感じで、次は卓上グラインダーですね。100V なんでパワーはないんですけど、小物を削るのはすごい便利ですね。あ、鉄筋の棒ですね。これ家にあったので取っ手つけようと思ってちょっとこれで加工していきます。ただ万力に挟んで曲げるだけっすね。できたのがこんな感じですね。まあ見た目よりも実用性って感じで、で次は溶接ですね。溶接実は全然経験なくて、まあちょっといろいろ YouTube 見ながらな感じなんですけど、まずは鉄筋を切って長さを合わせて、でこれ網作ったんですけど、もう本当になんていうんですかね、もう感覚だけでやって、でもまあまあ使えるかなって感じにはなりましたね。素人でもこんな感じですね。で出来上がったのはこんな感じですね。まあ、見た目はすごい不細工なんですけど、あとは可動してどうかなっていう感じですね。ここにピザとかを入れるゾーンと、こっちは火をつけるゾーンですね。で今回ピザを作る前に下を固めたんですよね。ちょっとブロック引いて使いやすくしてみました。親方に手伝ってもらったんですよね。それでいいんじゃない、半折れので。さすが考えてほっといた。難しいっすよ。意外と難しいんですよこれ。でもこれスパンじゃさ、こっちゃな。何が？少し上げてかねえと。え？どこ？これ。いやこれだってこっちがついてるから大丈夫。ちょうどハマるから入れてみる。ぴったりだ。え？穴があった、ごめん。ここだ。これならキャンプでも持っていける。こんなゴミに行っていかねえよ。ドラム缶入ってねえ。
こういう感じにしたの。こうすればさ、これこの煙突取ってここの煙突塞げば煙が中行くから、でなんだっけスモークもできるし、で直の時はここから燃焼してそのまま上に抜けるから、ここはピザができる。ここ塞げば。そう。取ってある？ないよ。やっぱ丸だから難しいから、あ、何でもブロックでも置けばいいかなと思って。こういうのでも密閉しろ。うん、こんな感じで、はい、一応寄せて作りましたんでね。雑だけど。逆じゃね、うん、はまるかな。入る、めっちゃ怪我する。あ、マジでいい。俺これでこのまま突っ抜いちゃう。突っ抜けねえよ。崩壊ってか雑なんだよ。どうやって抜くんだよ。こんなやり方する人はなかなかいないよ。あー、でも煙出てるね。いいじゃん。でも この辺が今一番熱がある、持ってるんだね。それじゃない、パンプモーションしてないよ。あっちいもんね。風しびなきゃ焼いた方が良かったよね。すぐしよう。うん、いい感じですね。暑いぐらい。めっちゃ暑いぐらい。ここで目玉焼きやってるから。ああ、じゃあそこにさ、ポットとか置いとけばさ、お湯沸かせんだ。コーヒーもね、飲めるから、これならいいよね。本当はさ、この煙突の上にさ、なんつうの、これが置ければさ、めちゃくちゃ熱量的には最強、うん、最強なんじゃない。熱のね、確認いきます。俺が引きますよ。だってここでもうジュージュってる。いいよ、行って斜めしてばいいよ。わー、すごいすごい。これの上にピザが乗れば相当いいピザが焼けんじゃないの。一瞬でこれ焦げるよ。焦げるか。熱量が強すぎるんだね。ロケットにしちゃってるから余計だろうね。焼くときはあれでしょ。うん、もう火を吸おうと、本当に火なくてもいいんじゃない。結構入れたもんね。うん、入れてください。購入お願いします。冷凍だから。鉄板がね、なかなか。中の様子は見えないけど。見えない。もう一回見せて。表面の霜が溶けたぐらい。ああ、冷凍だからね。おお、どういいんじゃないですか。そうだね。おそういうなんかちょっと周り焦げるかと思って。全然だね。裏はでもやられちゃってんかね。こう。そうだね。みんなで食べられるように細かくていいんじゃない。多分焦げてて美味しくないよ。見た目いいんだけど、表面はうまいかもしれない。パンが美味しくないかも。
多分体には悪い。あ、場所によってはすげえうまげ、それうまげ裏。うわ、綺麗、綺麗。ちょっと待って、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 ダメ見る。あー、ダメいる。いや、ほんとクリスピーだ。なんだいけるな。いや、まだ全然でしたね。裏でも焦げちゃったね。ちょっと手前にする。いいな、色つい、僕は色つい。ちょっと外で見てみる。ちょっとその上を。で今回の費用ですね、こんな感じですね。全然安く上がりで、でこんな普通にピザ以外にもできたり、でこういうなんていうんですかね、ピザ以外のものも結構できちゃうんですよね。で次回ですね、あその前におじさんにもこの間あったんですよ。でオフロードファクトリーさんでこういうパーツ、3番の新しいパーツ買ったんで今度またつけてみます。冷めたプロより熱い素人目指して頑張っていきます。